今日の鈴の大和バイクとは泉畑にまた来てますね。天候がねずっと悪くて登れてなかったですね。まあ忙しいのもありますし、ということでね、なかなか遠出できなくて、でもまあちょっと来たいなと思って泉畑に来ましたね。できればね、冬季限定コースっていうのがあるんで、そこを下りたいと思うんですけど、天候悪いせいか車も本当誰も登ってなさそうだし、なんかやっぱり山頂見えないですよね今ね。まあもしかしたら途中でやめるかもしれませんね。はい、まだね登山口に、全然ついてないんですけど、もうすでにこんな感じですね。もう気合図はもうつけちゃって、ますね。厳しいね。まあどうすっか、ただピストンになっちゃうか、途中でやめて帰ってくるかね。理想はまあ冬限定コースをちょっと下りたいっていうのが希望なんだけどもね、なかなかコンディションは雪としてはいいんですけど、天気とね気温のコンディションが良くないですよね。はい、いや雪が降ってるわけじゃないと思うんだけど、風とともに木に積もってた雪がバンバン落ちくんで、今日はでも静かだな。人の気配がない。この足跡が一人ぐらいいるのかな、登ってんの。今ね、女性、まあ、ご年配の方ですよね。お二人で登ってらっしゃる方を抜かせていただいて、そしたら、一人でね、降りてくる、男性の方とすれ違いましたね。やっぱりまあいるんですわね。明日天気いいからね、明日木曜日だけど天気いいって、明日はすごい人だと思うけど、今日はね同じ平日でも風が強い予報なんでどうかなと思ってましたけどね、いますよね。はい、推進平に到着しましたね。まあまっすぐ行くと水深なんですけど、こっちはあれですね、お別れ峠っていう、カモシカコースと格好コースへ、の分岐があるんですよね。まあそこへ行く道ですね。まあ前回は格好コース降りてきて、このコースをここまで来て下山したっていう、そういう感じだったんですよね。今日はねまず上がって冬季限定コースっていうのをまず見てみたいからね。見たことあると思うんだけど行ったことはないんで、どうかね。はい、水深ですね。まあ一回ここで休憩してね、それからちょっと山頂までまずは登ってって、そんな感じですね。できれば登りはね若干つけたくないね。よいしょっと水深でね今休憩したんで、また登ろうと思います。まあ今2人先行者が登っていったんでいいですね。まあわかんつけないでね、そのままトレースの後を追おうかなと思います。結構ねやっぱり比較的トレースが多いんですね。まあ人気の山ですからね。ほらこんな感じで15分から20分ぐらい登ったかね、水深からね。まあ一人はもう抜いて後ろにも見えないけど、もう一人はまあ見えないからだいぶ足が速いんだね。こっからがねちょっと急坂だからね、これ終わるとまあ大岩で西の河原って、そういう順番ですね。はい、一応ね今ね一番急なとこをね登りましたね。まあまだ少しありますけど、でもここほどじゃないですよね。ほりゃ転がっていかねえの。ああ転がってくる。そんな感じ。よし、大岩にしましたね。
と小吸収して、次はサイドからだな。疲れましたね。サイの河原の入り口ですね。こっからまあちょっと急な坂を登って広場までね、急な坂ですから、気象休止してね、気合入れていきたいと思いますね。もう少しでね、サイの河原の広場ですね。思ったよりも風もまああるけど、思ったよりは強くないですね。で、思ったよりもまあ視界はありますね。だいぶね、何人かの方とすれ違いましたね。まあ登ってる人は意外といるんですよね。まあどうなんだろうね、上に登って他のコースに行く人いるのかどうか、まあ、確かめてみますけど、まあ天気はでも相変わらずこんな感じですよね。はい、とりあえずね、広場到着ですね。ちょっと山頂よりは多分風が弱いと思うんで、少しお腹を満たしましょうかね。手作りメンチカツハンバーガーですね。はい、よいしょ、もう少しですね。一応頂上ですかね、もう少しで、ね、いやー、なんかやっぱ寒いな、頂上は。よいしょ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 、いてててね。はい、着きました。泉ヶ岳頂上ですね。はい、まあここからね、ちょっと北泉ヶ岳方面に向かって、で、冬季限定の尾根をね、覗きますね。行けそうだったら行きます。ダメだったら戻ります。そんな感じですね。はい、よしと、今ね、和漢に履き替えましたね。もうトレースも和漢のかな、これスノーシューかわかんないけど、一つ二つしかないからね。とりあえずまあ様子見だな。さすがに人も少ないしね、遭難なんかしたらシャレになんないからね。よいしょよいしょ、さすがに人少ないね、こっち行ってる人はね。ここまで来ましたね。北泉ヶ岳もちょっと曇って見えねえな。さすがに足跡は、これこっち来てお下山したのか、これから行って向かってる人なのかわかんないけど、一個だけね、わかんないやつがありますね。ちょっと山アップで確認してたな、冬季限定俺ってやつね。あれが冬季限定尾根ですね。遠くにね、二人見えるな。先行してるんだな、もう。まあ、だそこから下って、ずーっと行くんだね。あれが北泉ヶ岳ですね。まあ、見えるのかな、曇ってるのは。まあ、ちょっと、とりあえずもあるでしょうし、行ってみますかね。はい。いや、強烈に回るね。さすがに。スノーシューでもいいぐらいだね、これ。よいしょ。すげえな、これ。抜かるわ。抜かるってか、埋まるわ。よいしょ。殺しょ。よいしょ。よいしょ。この辺はまだ硬いからいいか。よしと。これが冬季限定俺だな。一回ちょっとね、和漢の紐が外れるってのがあって、ちょっとすごい苦労しました。まあ先行者の和漢のトレースがあるからまたいいよね。景色がいいね、やっぱり。あそこがさっき言った、泉ヶ岳の山頂方面ですね。こう下ってきて、今こう来てる感じね。で、こっちを向かって降りるんだったよな、確かな。まあ、あの、山っぷの、よいしょと、登った方のね、あの、トレースを、ダウンロードしてますんで、それ見ながら、あとまあ現実にこのトレースがありますんでね、これを参考に降りたいと思います。景色ね、ここいいね。これ夏は降りられねえのかな、そんなに。もったいね、ここ景色いいね。
あそこに観音様が見えるんですよね。まあ、アップするのめんどくさいからそのままだけど。まあ、仙台市内が見えるっていうことですよ。ずーっと向こうは太平洋ですよね。いやー、景色ここいいわ。あっちが山頂ね。いや、しかし深い。すげえ深い。おっと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 。バランスを崩しそうになるね。よいしょ。壊れた破管がどこまで持ってくれるか。頼むよ、本当に。ここ、つば足だったら死ぬな。よいしょ。よいしょ。よいしょ。おぉ。いやー、そっち、せっぴなんだね。よいしょ。いててててて。ふけえ。ふけえぞ。大体尾根が終わって急な下りに来ましたね。ここかな。あの、激下りって言ってたのが山っぺに乗ってましたね。ここでしょうね。いや、抜かるな。埋まるわ。今、一人の人が後ろから来て、抜いていった。びっくりした。もうこれ、ケツだな。ケツ。この方が早いんじゃねえの。俺、あーだけダメだな。この傾斜だとダメか。いや、あー、ヒップソリか、やっぱ、こういう時は。ちくしょう、持ってきてね、忘れたよ。いやー、すげえな。でも、新鮮だな。新しいコースで。よいしょ。だいぶね、緩やかなとこまで降りてきましたね。このコースいいですね。すごく雪が、と木のコントラストが綺麗でね。で、隙間からね、眺めもね、結構見えるんだよね。うん。なんか一番いいコースかもしんないね。冬限定だから夏はやっぱ厳しいんだろうね、やっぱりね。うん、よいしょと。いやー、これね、いいな。これ。車にであればな、表コースから登って、こっち来て、とかね、体力あれば泉、北泉ヶ岳まで行って、そっから戻ってここ降りるとか、最高だね。そんな体力ねえけど。よいしょっと。はい、ね、推進コースの、に戻りましたね。よいしょっと。ああ、なかなかいいコースでした。うん。なんで今まで行かなかったんだろうっていう感じですよね。まあ、そんなもんだよね。とりあえず、まあ、ここで、和冠をね、脱いで、それで、どうしようね。ちょっとご飯でも少し食べて、そして、敬愛前だけで降りますかね。今日は泉ヶ岳冬季限定尾根コース下山でしたね。以上でした。